はい、皆さん、アバチャン、宮地幸です。それでは今日もポケットモンスター X 縛り実況。ハートが好きだから、ラブか好き見たちに決めて始めていきます。はい、ミアレシティジム、引き続き攻略です。問題。このポケモンはなーに？ヤナップ、ワオップ、ヒアップ。では答えと思う番号のトレーナーに話しかけてね。まず2番からじゃあ行きます。君の心はワープに決まっているのかい？ポケモン勝負、それは答えを求める戦い。まずラブカスね、レベル上げていきます。もうね、ほんと短期決戦でやんないとやばいです。素早さはこっちが早い。チャージビーム、電気技、うん、普通にきついからな、マジで。オッケー、危ねえ。いい、39です。どうでもいいけど、マヒッタとマイッタって似てるよねそうだね。さあ、クイズは。それではエレベーターへどうぞです。いまいちわかんないんだよな、シルエット。あ、オッケーオッケーオッケー。次は1番かな。うぶー、残念、不正解です。他のトレーナーさんと戦ってくださいね。ユリイカほんとかわいいわ。いい傷薬回復させます。もしかしてヤナップという答えではなく、戦う相手として僕を選んだ？そうだね。エレベーターに乗れるかな。おー、あー、ランタンか。まーた嫌な。この子水電気タイプですね。だからもう全然効かないです。はい、なんで、もう、心もに変えます。もう一回ハートスタンプ。さあ、ひるめ！オッケー！さあ、やろう！オッケー、やったね！なんとか。面白いトレーナーが相手できてよかったよ、キラ。それではエレベーターへどうぞです。うん、オッケーオッケー。うー、残念、不正解です。他のトレーナーさんと戦ってくださいね。やっぱ毎日見てるから、毎日っていうか毎週あの子たち見てるから、よかったよかった、外すことができて。さすがにシルエットでも覚えたね。さあ、一番右です。正解はヒアップでした。君さん、ヒアップでいいの？はい。選んだ答えに責任を持てるのかい？持ちますよ。エリートトレーナーのユータ。おお、電流、なんか強いポケモンばっか出してきますね。あー、ここ、これ勝ってレベル上げたいな。波乗り。素早さもこっちが早いんですけど。しかし火力が低いので。雷パンチ、やばい。これはしょうがないなー。ハート出します。恩返し、えい、素晴らしいね。
そう、ハエを選ぶには強さも必要なんだよ。それではエレベーターへどうぞです。さあ、イエイ。うん、世界あなたすごいよ。さあ、まだね、あと3人いますからね。問題、あ、バタフリーかな。うん、うん、2番目だ。2番目だから、じゃあ1番と3番でいきます。瀕死してるんでまず回復ですね。1番目なの？はい、1番目かな？ 1 番目じゃないかな。まずバタフリーをね、掲げてくれたこの人から。うん、あ、これは倒したいね、マイナ。さあ、頑張ろうぜ。波乗り、いいね。攻撃がガクッと下がりますけど、これは全然意味がないです。いい感じ。さあ、40の大台、これで3体と乗りましたね。ハイドロポンプはいいです。命中率がね、どうしても低いんで。ポケモンジムらしいすがすがしい勝負でした。思いっきりはなんか変なカミカミでしたね。それではエレベーターへどうぞです。うん、はい、他のトレーナーさんと戦います。じゃあ3番、答え合わせの前に勝負、人生が厳しいのよ。あれ、名前が出てこないんだよな。あ、ガーメイルだ、ガーメイル。おー、ピカチュウ。10万ボルトとかね、食らいたくないですね、ここは。さあ、波乗り一撃で決めたい。うん、よかった。防御、特防ともに非常に低いので、ここは倒しやすかったですね。なんというポケモンラブ、いいわ、いい、いいわね、いい、いいわよ。まあ、余裕で外れてますけれども。ぷっぷーん。ブブー、残念、不正解です。他のトレーナーさんと戦ってくださいね。はい、へえ、あなた2番目を選ぶのね。はい、では合っているか確かめましょうか。12人ですね、前回から合わせると。波乗り、うん、スピードスターでよかった。恩返しも一応覚えてるんですけど、致命的に攻撃が低いんでちょっと大変です。えい、41。あらあら、あなたたちグッドパートナーズなのね。それほどでも。それではエレベーターへどうぞです。おめでとう、イエーイ。さあ、いよいよ来た。うん、
正解あなたすごいよ。来ましたね。木の実ジュースを使っておきます。さあじゃあ行きますか。あ、改めてよろしくお願いします。こちらがミアレシティジムリーダーのシトロン。いい、ミアレシティのジムリーダーだからそれなりに、うん、かなり強いのよ。ユリーカってば、戦うのは僕の自慢のポケモンたちだよ。はい、それじゃあ二人ともすごい勝負を見せて。ではチャレンジャーさん、お互いベストを尽くしましょう。きたー、来ましたね。ここはもうね、ほんと一回で行きたいですけどね。エモンが、あー、嫌な思い出があるな、エモンが。もうこのね、あ、何でしたっけ、ブラック2だかホワイトだかでね、ありましたね。あの、このエモンがあのボルトチェンジに苦しめられました。あ、ブラック2か。あ、オッケー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 。わー、こいつも使ってくるじゃん。さあ、2体目何？レアコイルか。もう普通にこれは波乗りですね。おお、頑丈か。ジュメボルドね。おお、耐えた耐えた。えらいぞ。で、回復させてくるんで、まあそれも無視してっていうかね。一旦はこれ無条件で打てます。一旦じゃない、一回は無条件で。あ、半分は行くんだ。いや、これ倒せるね。素晴らしい、レアコイル。いいよ、いいよ。エレザード。うん、ちょっと一回選ぶか下がらせた方がいいな。一回ハートを出します。こいつがエースですね、このパーティーのね。ちょっと待ってよ。混乱か。天使のキスいきます。頼む。さあ、これで混乱します。もうかなり運任せですけれども。あー、やばい。ちょっと待てよ。そうですね、心盛りまず一回出して、一応混乱はしてるんですよね。混乱してます。そうですね、ハートスタンプでやっぱ昼見狙いですね、これは。昼目、昼間なかったか。で、これがね、急所に当たればいいんですけど、急所に当たってくれ、お願い。ゲー、おー、避けた。避けたー。けどこれ回復ですね。しょうがない。はぁ、あ。やーべ、白熱するわ、これ。とにかくもうね、成功法で行くしかないんですよ。とにかくここにひるんでほしい。ひるめん！オッケー。よっしゃ、これは素晴らしいですね。このまま行きます。
これは勝ちましたよ。ハートスタンプ。よしよしよし。ハートスタンプ使えるわ。威力低いんですけど、ひるみのね、効果がね、期待できるんで。やったね、イエーイ。ステラブカスもレベルが上がります。君たちの勝負への思い刺激されます。ひらめきます。ありがとうございました。あ、お兄ちゃん負けちゃったじゃん。ユリーカ負けたことは恥ではないよ。強いチャレンジャーさんから僕たちは学べばいいんだから。いいね。さあ、勝利の記念にボルテージバッジをどうぞ。おお、かっこいい。色はいいですね。ボルテージバッジを持っていればレベル70までのポケモンでしたらどんなポケモンとも友達です。こちらの技マシンは、はいはい、技マシン24、10万ボルト。いいね。威力90、命中率 100% と安定感ある電気タイプの技ということで人気なの。これは本当に素晴らしいです。ああ、ユリギかったら、今こそサイエンスが未来を切り開くとき、技マシンを渡すマシン、パワーオンって言いたかったのに。僕はその強さだけを求めているわけではなくて、好きな発明をしつつポケモンたちと過ごす毎日を精一杯楽しみたいです。いいね。お姉さん素敵なポケモントレーナーだね。これからもお兄ちゃんと仲良くしてあげてね。いやー、楽しかったですね。ジムリーダーに勝った君とポケモンの強さを称え、実は機械仕掛けの謎の像に君の名前を刻み込んだぜ。ミアルシティポケモンジム、ジムリーダーシトロン、認定トレーナーユウキ、イエーイ、ありがとうございます。あ、やっぱりイベント発生だ。いや、ちょっと話したいからさ、フラダリカフェに来てくれるかな。場所はわかる？プリズムタワーに一番近いポケモンセンターがあるんだけど、そこから見える赤いカフェね。まあわからなければタクシーに乗るといいよ。じゃあよろしくね。キリがいいんで、ここで今回はね、終わりたいと思います。どこだっけ？あ、ここだ。ちょっと気分転換に服も変えたいんだよな。はい、ちょっと、そうですね。ブティックも回っときます。いやー、ほんと勝てて一発で、ね、勝ててよかったです。はい、それではありがとうございました。宮内ゆきでした。